雪風は、海上自衛隊の護衛艦。春、風型護衛艦の二番艦。旧海軍の影ウ型駆逐艦、雪風に続き、日本の艦艇としては二代目。雪風は、昭和28年度港型警備艦1602号艦として、新三菱重工業神戸造船所で1954年12月17日に寄港され、 1955年8月20日に浸水。1956年7月31日に収益し、横須賀地方隊に編入された。1957年4月1日、警備官、ケヤに代わり、第2大自衛官大機関権第1、護衛隊軍機関となる。 1959年1月10日から3月26日まで、石川島重工業東京工場で、特別改修工事が行われ、後部の爆雷投射機4機、爆雷投射機場1乗を撤去し、マーク2単魚雷落射機を両元に、各1機装備。対戦アクティブソーナーを、クバから S S、SQS-11A に、パッシブソーナーを、クダから、SQR-4。 SQA-4 に換装。5インチ砲用射撃式装置をマーク51からマーク57に換装した。また、敵味方識別装置の新設、電子戦装置をオルル -3 からオルル -4 へ換装し、戦闘区画書室への冷暖房通風設備の新設などの工事が実施された。同年7月1日、自衛艦隊司令部は、 1> 第1護衛隊軍司令部との兼務を廃止、これに伴い、雪風は自衛艦隊直轄の機関となる。1960年2月には、洋上給油装置が装備された。同年5月18日から7月22日までの間、第4回遠洋練習公開に参加し、ハワイ、アメリカ西海岸を歴訪。1961年7月26日、 自衛艦隊機関の任を、護衛艦、秋月に譲り、第1護衛隊軍に機関として編入。1963年には翌年公開された映画、駆逐艦摂風の撮影ロケが行われ、先代の駆逐艦、摂風として登場した。1964年12月10日、第3護衛隊軍に機関として編入され、低傾向が舞鶴に転籍。 1969年3月、舞鶴重工業でソナーを SQS-29J に換装する近代化改装を実施。1971年2月1日、両艦、春風と共に第3護衛隊軍令下に新編された第12、護衛隊に編入され、低傾向もさせぼに転籍。なお、両艦が護衛隊を編成するのは、これが初めてであった。 1973年12月16日、第12護衛隊が廃止となり、実用実験隊に編入。低傾向が再び横須賀に転籍。1974年11月9日に発生した、第10雄丸事件に対応するため、災害派遣されることとなり、11月26日に、護衛艦、春菜、高月、餅月と共に処分現場に派遣され、 翌27日から28日にかけて、怪没処分するための射撃を実施した。1976年1月には実用試験のための改装が、住友重工業裏画造船所で実施され、5インチ3番砲塔と、爆雷投射機警報や、爆雷投下機場が撤去され、完備に栄光式、パッシブソーナーを装備した。以後、栄光式、 パッシブソナーの実用実験に従事した。1978年7月1日、実用実験隊が開発指導隊群に統合され本艦の所属も同軍直轄艦となる。1981年1月から3月まで2度目の実用試験のための改装工事が施され、両煙突艦に看板室が新設され汚物処理装置を搭載した。また、 5インチ2番砲塔、ヘッジホッグ2機、全部 40mm 基銃及び環境上のマーク63射撃式装置が撤去された。同年3月27日に特務官に種別変更され、艦籍番号が ASU-7003 に変更される。1985年3月27日、除籍。 総工程は442,979.0回りに及ぶ。1986年8月、のと半島沖にて、実感標的として、海没処分された。ありがとうございます。